ベニミドロズナは微小な市場性、または単細胞性の構想の一群である。多くは海に生育するが、淡水や生けケ体毛状からも見つかる。古くは原子構想ズナに分類されていたが、分子系統学的研究などに基づいて、独立の綱とされた。ベニミドロズナに属する藻類の多くは微小な単列、多列史状態であるが、 樹情軍隊を形成する族や単細胞性の族もいる。四上性の種では、しばしば細胞が密着していないため、その体制は、偽四上性と表現されることがある。四上性の種は特別な分裂細胞を持たず、また細胞間にピットプラグはない。細胞は、粘質多頭に富む細胞壁で囲まれる。細胞は普通単核性。ゴルジ体質面は、 小胞体に面している。葉緑体は、細胞中央に位置する、中軸性で星型、または、細胞膜に沿った側膜性で、板状であり、時にピレノイドを持つ。普通周辺チラコイドを持つ。葉緑体の色は黄色、紫色、青緑色など多様。カロテノイドとして、ゼアキサンチンとベータカロテを持つ。ローダソリスは、 特徴的な葉緑体の回転運動を示すが、その機構は明らかではない。貯蔵多糖は、セミアミロペクチンとアミロース。低分子炭水化物として普通、ジゲネアシドとソルビトールを持つが、ズルシトールやトレハロースを含むものもいる。例外的にルフシア属は、フロリドシドのみを持つ。炭細胞性の種は、滑走運動能をほとんど示さない。炭細胞性種は二分裂。 それ以外の種は原放射や内生放射形成、も体の分断化によって無性生殖を行う。有性生殖は未知であるが、カイリニエラにおいて増加期や不動生子様の構造が報告されている。多くは海産であり、海藻などに着生しているが、淡水域からも報告がある。津波やトラパシフィカは、北米に達した東日本大震災による、 漂着物に付着していた。広い塩分濃度範囲で生育可能な種もいる。コケムシやホヤに内生しているものも知られる。ルフシア族はナマケの体毛状から見つかっている。日本ではニセウシケノリが絶滅危惧愛類に指定されている。古くは原始構想図名、または構想抗,抗原始構想アズナの独立目または血ノリも目に分類されていた。その後、 分子系統学的研究などに基づき、独立の綱とされた。また、構想の中では、チノリモズナ、ロデラズナ、オ,オイシソウズナに比較的近縁であることが示唆されており、合わせて、原始構想をアモンに分類することが提唱されている。綱内では、ルフシア族が最も初期に分岐したことが示されており、それ以外がベニミドロ目にまとめられている。以前は、ゴニを取り組む目。 ゴニを取り組むかという学名が使われていたが、その元となるゴニアートリチャムの実態が不明確であることから、現在では、ベニミドロメ、ベニミドロカの名が使われている。2019年現在、約50種が知られ、2目2か15属に分類されている。2019年現在の一般的な属までの分類体系を一家に示す。ありがとうございます。